はい、こんばんは。今日は鶏の砂肝砂ずりを使います。砂肝安いですよね。はい、ごま油、いりごま、七味唐辛子、お好みで生ニンニク、生姜ですね。はい、おっとタレ忘れました。焼肉通りニンニク醤油味を使います。はい、砂肝をよく水で洗います。砂肝は脂肪分がなく低カロリーで高タンパクです。砂肝を包んでいる外側の銀皮は硬いですね。これね、これです。硬いんです。焼き鳥屋さんでは銀皮は別メニューで出してますよね。私は硬い銀皮が気になりませんので、そのまま使います。この皮は硬い、しかし美味しいんですよね。ごま油を入れます。砂肝を入れます。ちょっと油跳ねますね。はい、生姜を入れます。お好みのタレを入れます。はい、出来上がりました。
コリコリとした食感は好きですね。うまいです。お酒、ビールのお供にはグッドですね。どうもありがとうございました。